です。のりです。本日はスペシャルゲストです。またですか。おお、いいですね、スペシャルゲストは。あ、めちゃくちゃ楽しい。なりませんでした。なりません。今回は仲間であるライバル。おお。今日もやってきました、ドルジです。でもね、風強いですけど、やっぱショーもしっかりとね、リレーの皆さんのショーを止めていきたいと思うんで、本日のゲスト呼びたいと思います。どうぞ。お前じゃないもん。呼びます。リベンジャーズ所属の10番アセです。アセの方のチャンネルでも、はい、コラボしますので、概要欄の方からチェックお願いします。そして今回やる企画はダメです。ダメですよ。あ、喋っちゃダメなの。喋ってこないといけない。え、今20？今年20？え、今年21？俺のボコさん？クソガキやない。えぐいぞ。10個だ。どうした？どうした？どうや？ということで、クエンちゃん10番のアセット、フリーキック対決を。いや、アセはフリーキッカーなんですよ。フリーキッカー千葉ユースの時も、はい、自信はある。自信はあります。おお、はいはいはい、あれか、普通に俺とアセないあ、今日の対決勝ってからもう野球めっちゃ入んないから。じゃあ俺じゃねえ。じゃあ俺じゃねえ。インスタもやるんだよ。1対1じゃないか。今は負けたかも。そうですよね。ガッツ対今。この間負けたっけ？負けたら思ったけど。最初はグー。じゃあ、ポイ。はい、よいしょ。最高！わー。リベンジャーズでも汗キッカーでしょ。そうです。しかも左。あー、ペラペラ40っすか、これ。風強いな。風強いです。二人とも後ろ向いて当たってるぞ。いい風吹いてるからな。おい、ちゃんと測れ。おい、絶対やんねん、お前。早く測れ、お前。絶対すんな。ちゃんとやるんかい。うわ、ナイスシュー。おい、うまりタイプだよ。やばい、やばい。やっぱ風に乗ったね、しっかり。練習されたら初めてかな。いや、ガクに連れられたか。いや、ガクの時練習されたら、あいつもレフティやったわ。だからあいつ最初だけやった。
ディ入ってる、ボディボディに入ってる。やばい、今日やばいわ。おい、無理やり立たすなよ。残してる、しっかり。えぐい。チャンネルも概要欄貼っておきますので、ぜひそちらの方もチェックお願いします。ありがとうございました。